皆様こんにちは、山芋です。無料のギフトがね来たよっていうお知らせが来てて、私もちゃっかり受け取ったんですけど、エキスでしたね。はい、ありがとうございます。こういったログインボーナス的なものができるのは嬉しいですね。今までなかったのが不思議なぐらいなんですけども、で今日はデコピクミンが細分化されたっていうことで、これをね改めて見ていこうかなと思います。ちょっと私がね今までみたいにたくさん動画作れない状態になってしまっていて、皆さんからねもらったポストカードとか一緒に行ったウィークリーチャレンジの動画が今までよりご紹介できてないっていうことで本当に申し訳ないです。ちょっとお待ちください。もうちょっとしたら落ち着くと思うんでごめんなさい。もうちょっとお待ちください。では見ていきます。これねレストランっていう字がめちゃめちゃでかくなりましたよね。で一応前のやつ残してたような気がして探したんですけど、読み込みが悪くて全然出てこなかったんでちょっと全然当てにならない、参考にならないんですけども、見やすくなった、どうだろう。とりあえず一覧見てみる。美術館の赤ね、今頑張ってます。このないのが美術館と、私はあとなんだ、あ、え、普通の通常カテゴリーって美術館以外あ、そうですね、コインがまだのはずなんで、おお、すっごい、いや嬉しいわ。緑と青と黄色がね分かんなくなったらあれなんで、これですね、コインの赤と青が来てないと。まあこれはまあ地道に揃えていって、美術館も地道に揃えます。でこっちだね、スペシャルカテゴリーが細分化されたと。で私がないのは花札のみということでございます。皆さんに前に報告した通りですね。はい、こんな感じで赤が2つと紫が1つ空いております。まあ、これはいつか復刻で埋めないとね、気持ち悪いですからね。あとは大丈夫なんですね。で、プレゼントシールの下に金のプレゼントシールが来てます。で、ここの2つもツアーが始まる前、ツアーの告知がある前はここにバレンタインとか書いてたのが消えてるんですよね。で、そんな感じで金のプレゼントシールのところにもこう札幌って書いてないので、別地方にピクミンブルームツアーが来た時には同じこの子たちが来るんじゃないって思うんですけどね。どうなんですかね。次これでなんか青と白とかだったらね、ちょっとそれはそれでまたイラってしますもんね赤と黄色でそのまま揃えておいてほしいとこですよね。はい、な感じで私はまあほぼちゃんと頑張ってると。あー、ここだ、テーマパークもちゃんといますね。で私そうさっき思った、これシェフさ、シェフのピクミンはなんか現状のままみたいなこと書いてなかった？ちょっと見てみる、もう一回。シェフの帽子かっこレア注意、シェフ帽子かっこ通常のコレクション登録は現状維持されます。現状維持の解釈の仕方がちょっと難しいね。私の解釈だと図鑑に載らないっていう意味かと思ったんだよね。ということはまあ他のデコピクミンもいつかレアが来た場合は図鑑に載るということなので、もしそうなったらねまた揃えるのにドキドキしますね。まあ常駐の子たちはね、常にいる子たちはそんなに焦らなくていいので、私美術館全然焦ってないんですけど、ちょっと今現状やっぱり花札空いてるなーって毎回思っちゃうので、あんまりコレクション見ないようにしようかなって思います。でちょっと今私スマートフォンに入れなきゃいけないアプリとかちょっと入れたりとか、ペリドットも入ってるので空き容量が減ってきてるんですよ。そのせいかめちゃくちゃ重くなっちゃって、で熱を持ち始めてるのでゆっくりピクミンブルームやってます。 AR がかなり厳しい感じでございます。また何かありましたら報告したいと思います。とりあえず細分化されたなっていう記録を今日私は動画にしました。皆様ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。